はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンクエスト続きをやっていきたいと思います。とりあえずこのバイト勇者くんですね、バイトをしまくって、レベルが18になりました。で、魔法はベホイミまで覚えて、装備はね、炎の剣と三日神の盾を、揃えたところになります。まあ、レベル上げしてるついでにね、お金も貯まっていったんで、炎の剣と三日神の盾を、揃えて、じゃあ竜王の城ですね、この先進んでいきましょう。まあ、竜王の城にはね、ロトの剣、ロトの剣があるんで、それで最高装備が揃いますね。まあなぜかね、ロトの盾っていうのは存在しないんで、そこら辺で売ってる、まあそこら辺って言ってもメルキドでしか売ってないんですけど、売ってるものがね最高装備っていう、まあファミコン時代にはねよくあることですよね。明治キメラが多いな。どんだけ明治キメラここ飛んでるんだ。てかさ、明治キメラがさ、こっちのさ、ラダトーム城のとこまで来ないのがねおかしいよね。だってこれなんてさ、人間2人分だよ。まあちょっと多めに見積もったとしても、これ多分5メートルくらいのね幅だと思うんですよ、この水が流れてるところって。でここは山だったとしても、飛んでるね明治キメラにとってはピュイっていけるような距離だと思うんだけど、そこは優しいモンスターだね。で見えるしも、竜王の城の隠し階段キラキラ光ってんだけど、あの玉座の後ろですね、キラキラ光っているところ。こういうダメージゾーンもロトの鎧があるから食らわないね。で出たね、やっぱり悪魔の騎士は普通に出てきますね。ラリホー寝たー、マジか。23、これやばいぞオープンね。運が悪いとこれハマるね、ラリホー。対マン戦のラリホーはほんときついな。ちょっとここは薬草で節約していこう。まあ、88やればあとは歩きつつ。お、なんだ、玉座の後ろから風を感じる。あ、そうなんだったっけ。まあ、風っていうか光ってるからすぐ分かるんだけど。でここはちょっとレミーラを使って、まあ広めに行きましょう。キラーリカントも普通に出てきた敵なので、まあちょっとダメージは食らいますけど、2発で倒せますね。だいたいね40弱くらいのダメージを与えることができるんで、1回の攻撃で。悪魔の騎士は鎧着てるからどうだろう、29か、さすがに硬いな。そして2回じゃ倒せない、盾も持ってるからね。いや、こんなのと対マンしてさ倒せるなんて、ほんとこの勇者強いよな。てか装備してるさ、炎の剣がすごいよね刃こぼれしないっていう。ベギラマン、ベギラマは結構食らうね、やっぱり。で、もう道はちなみに全然覚えてないです当たり前ですけど、これで道未だに覚えてますって言ったら、どんだけの記憶力だよっていう。ここの階段って入っていいんだっけ。なんかどっかにさ、ループ地点があるんだよね。そこはちょっと避けないといけないんで、っていうかロトの剣を取らないといけないんだけど、その道も全然わかんないからな。あれ、1段階小さくなって、うわ出た、キースドラゴン23か。まあそれなり、火の息12、うわ重ねた。よし、3回だね。3回以上かかるとかなり厳しいからな、戦闘的に。またか火の息は攻撃より食らわないね。これは次ベホイミを一回唱えよう。竜王を倒せる適正レベルって何レベルなんだろう。20レベルくらいかな。もうそんなに、だって25とかさ上げてらんないよ、めんどくさすぎる。大魔導、こいつはベギラマさえ来なければなんてことはない。ただのカモだからね。このモンスターたちってこのさ地下で何してんだろう普段
こういう迷路みたいなところでさ、やること全くないよね。うわ、ストーンマンとかも出てくるんだ。いたね。ストーンマンの身長ってこれどれくらい？3メートルくらいありそうな気がするんだけど、そんなないか。大魔道があの大きさで人間大だとしても2メートルないくらい。ちょっと1個薬草使いましょう。あれ、なんかぽいところがあるけど、うわー小さくなっちゃった。レミーラで、これ下か、さらに下25。いやー2発で倒せるようにならないとちょっとダメージ効率が悪いね。歩いてる分だけだと回復ができないからね。悪魔の騎士、よし、気づいてない。これはできればノーダメージで倒したい。うおー無理かー。まあ、とはいえ1回の戦闘はね短いんで、レベル上げしようとすると確かにねモンスターの数はめちゃくちゃ倒さないといけないんですけど、時間はねそこまでかかんない。1時間あのレベル上げするとかなりたまりますね。で多分1時間だとね100戦闘くらいできるんで、それなりにねこうストレスもたまると。ひたすら戦い続けなきゃいけないんで。ここにも階段があるけど、キープドラゴンをまず解除しよう。首を切り落とすのが一番早いと思うんだけどね。首の付け根あたり攻撃してるけどさ、一応入るか。こういう階段ってなんか、うわ全く意味ない。あからさまな階段はね罠だからね完全に。でマジで俺今どこにいるのこれ。このね真ん中のところがねロトの剣につながってたと思うんでね、いきなり襲いかかってきた。炎ばっかりで助かるけど攻撃もされた。でもなロトの剣とかを取ったら一回退散しないとマジックパワーがね竜王戦に持たないかもしれないからね。長いダンジョンは宝の探索というと、まあ、実際にね攻略っていうので分けた方が、まあ、やりやすい。宝を取ったら一回回復に戻るみたいな。薬草がなくなったな。薬草重要だね。あれなんかいいのかこっちで。うおー死神の騎士、さらに上位の鎧マンが出てきた。うわベホイミとか、今までの攻撃が完全に無効化されてる。これやばいね。ベホイミとないよこっちも。いや強いわ。いやマジ強い。まだ倒せない。これで経験値いくつ ?172 とかさ、割と普通だよね。で、ベホイミがね、8も使うんですよね。マジックパワー。マジックパワーがつきかけたら、これは1回リレミトで退散するしかないか。で、一応死神の騎士とかもね、ちゃんとマジックパワーが設定されてるんで、永久にね、ベホイミは使えないんですよ。あの初期のファミコンだったら確かねマジックパワーとか設定されてないんで敵に。永遠に魔法使ってくるんですけど、そういうのはねなくなりましたね。でまたベホイミ1回につき、ベホイミを1回ずつ使うってめちゃくちゃ効率が悪いな。これさ進んでるよね先に。絶対進んでるよ。こういう道だった気がするもん、竜王への道。ほら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 、ここにね来る前に、まあちょっと右上に竜王の何足みたいなのが見えるんですけど、足は見えないけど、あれが竜王で、もうここが竜王マップなんですよ。ってことはロトの剣をね取ってないんで帰ろう。ちょっとこれ覚えとかないとね、マップを。めっちゃ暗くなっちゃってるけど、ここら辺
も分かれ道がなかったからね。やはりロトの剣は回収しておきたい。で、竜王にたどり着く前にね、20レベルとかになりたかったんだけど、で、この柱4つか、ここが竜王に通じる道と、ストーンマンもめちゃくちゃダメージ食らうな。防具はねもう最強だからね、あとはレベルアップして身の守りを固めるしかないから、どうしようかな。ホイミちょっとデミーラを唱えよう。あー、こういう感じか。で、どっちから来たっけ。キースドラゴンの他にね、ダースドラゴンがねいたはずなんですよ。ダースドラゴンの方が強いんだっけ。名前からしてダースドラゴンの方が強そうだけど、ここの階段、悪魔の騎士、こいつは3発かかんだっけ。3発かかる。やばい、ラリフォーはめされる。やばいぞこれ。眠ってる。はい、眠ってる。はい、眠ってる。やっげえ。これどうする。攻撃して倒せる。いけるはずだ。倒した。あぶねえ。マジラリフォーハメが一番怖いわ。いつ起きるかわかんねえからな、これ。寝てる間にさ攻撃されるとか卑劣すぎでしょマジモンスター。いや俺もラリフォー唱えたことあるけどさ、極悪非道だな。そう考えると寝ているさ敵をさ一方的に攻撃するっていう勇者らしからぬ行動だな。で、こっちでいいのかな。なんかこんな道だったような気がする。よし、気づいていない。奇襲攻撃もね勇者の得意技だからね。こいつベギラマも使えるの。すげえ万能戦士だな。死神の騎士が一番万能戦士だね。で、レベル19、力2、素早さ2、身の守り1、最大ヒットポイントめっちゃ上がったな。よし、ベギラマ覚えた。で、ベギラマ自体はどうなんだろうね。所詮怠慢だからさ、グループ攻撃とかっていう、あ、これあれだ。ここがループ地点だ。もうずっとこれ続くんですよ、これが。じゃあ、ここは違うと。あれ、こっちの上の階段あるね。悪魔の騎士できればね、やっぱりね力が上がってほしいんだよね、攻撃力が。でもさ、悪魔の騎士とかさめっちゃ鎧着てんじゃん。ベギラマとか通用しそうにないんだけど。あ、ここっぽい、ここっぽい。で、宝箱と。よし、音の剣をゲット。炎の剣短かったな。でも結構上がるね。 12 上がるのか。それはでかい。竜の鱗は最後の最後までお世話になってんな。ロトの剣特になんかあるわけじゃないのか。炎の剣は道具として使えて、ギラが発動するのかな。もう今更っていうのがあるけど、この状態で竜王に挑んで倒せるの。7200円か。まあもうお金は使わないからね。竜王に挑んでみる。多分ね無理っぽいんだよな。倒せるかな。ちょっとベギラマも一回見てみよう。ベギラマ5、60とか超強いんだけど。マジか、ベギラマこんな強かったんだ。でもなー、ベホイミが8使うからね。結局2発っていうのは変わらないからな。いけ、変わる。こいつ3発かかる。うん、だいたい分かったかな。もうこれはこの真っ暗状態でいけるはず。大魔道とかね、ザコよザコ。一発じゃ倒せないからさすがに無理か。50与えたけど、
そんなに甘くはなかった。もう金なんてくれてやるよ。だモンスターが金を持ってるさ、意味がないよね。まあ、竜王の手下とはいえ、こいつらも給料制なのかな。よし、お前は185ゴールドだみたいな強いやつほどね、そりゃゴールドもらえるのが当たり前ですけど、いかんせん大量にいるからな。これ上に何かあったっけ。あー、宝箱があそこにあるけどさ、なんかいいの。うわ、来た、ダースドラゴン。火の息10、弱い。マホトーンこいつアホだ。ダースドラゴンは強いけど、ちょっと知能が足りない。350も経験値持ってんだ。ここ開けられんの。開けてみようか。呪いのベルト、いらん。不思議の木の実、あ、こういうの使おうってこう。死神の騎士、宝箱の門番が来たか。そしてこいつのベギラマ、あ、俺がロトの鎧を装備してるからベギラマ軽減できんのかな。これロトの鎧がなかったら、てか強い、この死神の騎士。俺の会心の一撃でぶっ倒してやる。呪いのベルト、怨念が実体を持ったとか凄まじすぎる。薬草、不思議な木の実を一回使おう。金はいらない。空っぽ鍵、今さら空っぽ。500円、金、キメラ。まあ特にね、いいのは入ってなかったね。確かにね、ここはいいのが入ってた記憶は全くないんで、ここら辺はやはり強いやつらを配置してるね。死神の騎士とかダースドラゴンとか。いや、ダースドラゴン、死神の騎士の倍くらい経験値持ってんのか。魔法トーンとかね、唱えてくれると楽なんだけどね。で、ここを越えればもう竜王のいるところですね。竜王もあそこでずっと座ってんのかな腰痛になりそうだよね。竜王の職業病、腰痛みたいな。で、ちょっと多分もう一回戦う前にベホイミを使う羽目になるから、ここはちょっと竜王の手前に行ったところでベホイミを使うか。で、ベホイミ使って、でちなみにね、ドラクエ1は中断ができて、で中断でセーブができるんですけど、なんていうの、残るんですよデータ自体は。じゃあ竜王と戦いましょう。よくぞ来たミックスよ。わしが王の中の王、竜王である。わしは待っておった、そなたのような若者が現れることを。もしわしの味方になれば世界の半分をミックスにやろう。どうじゃ、わしの味方になるか。まあそりゃ、これちなみにね、やってみる。はいってやるとね、そのままね、終わっちゃうんですよ。さっきセーブしたんで大丈夫なはず。味方になるか。はい、世界の半分欲しい。でもさ、世界の半分ってどっからどこをくれるかだよね。もうドムドーラとかぶっちゃけいらないじゃないですか、滅んでるんで。上半分とかだとラダトームとガライが入って、あれか、メルキドとかは多分犠牲になるね。っていうかさ、下半分でいいよ。わかる、その空中は、空中の半分は竜王にやるから地上は俺によこせみたいなそれか海あげるよ竜王、海全部は竜王のもので地上は全部俺のものみたいな、それで半分に分けるっていう、そういう交渉した方がいいと思うんだよね。まあいいや、味方になろう。よろしい、ではわしらの友情の証としてその剣をもらうぞ、とかそんなんあったっけまあいいや、あげるよ。ミックスはロトの剣を竜王に差し出した。ほうほう、すでにこの剣を手にしていたか。しかしもはやどうでもよいことじゃ。ではわしからの贈り物を受け取るがよい。ミックスに世界の半分、闇の世界を与えよう。え、闇の世界って何。わははははははは、は、いやでも闇の世界くれるんだったら、え、俺のものでしょ、だってこういう展開になるんだ。あれ、何これ何これ。昨夜は随分とうなされていたようですが、何か悪い夢でも見たんでしょう。え、こういう感じになるの。ロトの剣ある。へえ、全然知らなかった。
え、これだってリムルダールだよね。てかさ、ここ宝箱があんだけど開けてねえわ。こいつ何？あ、これはどうでもいいや。命の木の実、呪いのベルトってロトの印とかもいらないよね。これ何？これでいいの？まあこうなんのか。ちなみにファミコン版だともう完全に終わっちゃうんすよ。なんか真っ赤に画面が染まってそのままフリーズするみたいな。でリセットボタンを押さないと確か先へ進まないっていう感じになるんですけど、これはこうなるんだね。金とかもさ溜まったまんまだよね。ちょっと待ってね。中断、上書きをしないで、あれ上書きをしないでやめたかったんだけど、これはちょっと一回リセットをかけますか。いや、こうなるのはね知らなかったな。じゃあちょっともう一回さっきセーブしたところまで、戻ります。はい、じゃあさっきと同じ向きですね。左向き向いてるんで、まあ、ここら辺は見たばっかりなんで味方にはなりませんと。いや、悪い話じゃない。確かに悪い話ではない。愚か者め、思い知るがよい。竜王、こいつベギラマ効くのかな。ただベギラマを放つマジックパーが残ってないからな。来たベギラマ33。2回食らったらこれ回復か。おお、危ねえ。こいつもラリホーはめしてくるのか。どうしよう、もう一回いけるか。3回食らったら回復だな。で先手は取れるはず。うん、こっちの方が早いね。うわ、こいつもデアホイミ唱えてくるのかよ。今までのさダメージが無駄になったってこと。結局さ、俺のデホイミ分のマジックパワーを無駄にしたってことじゃん。いやー無理だな。いや、第一形態はなんとかなるかもしんないけど、いやマジかよ。ラリフォーハベ来た、痛い。26。あ、すぐ目を覚ましたね。もう一回攻撃しよう。よーし、倒した。で4回は使えないね。竜王の姿が次第に薄れていく。なんと竜王が正体を現した。お、ちょっと音楽が重たくなっている。まあ攻撃するしかないか。激しい炎、これだよ。めっちゃ強いっていうか竜王のが早い。これ速攻でやられる。いや、やられた。強い。即死だったな。あなたは死にました。おお、ガミックス死んでしまうとは何事だ。ということでね、じゃあちょっとやっぱりね、この状態だと竜王は倒せないんで、また、レベル上げをします。で次はまた竜王の、手前から、やっていきたいと思います。はい、じゃあちょっとレベルを上げて、現在21ですね。でヒットポイントが164のマジックパワーが134あるんで、まあこれなら多分持久戦で勝ってるかな。まあお金もねかなり貯まりました。2万1000円と、まあ、レベル上げしていればね自動的に貯まってっちゃうんで。では再戦いきましょう。まあ、まず第一形態はねマジックパワーをあまり使わずに倒したいけど、で倒す前にヒットポイントは少し高めに保っておきたいんで、ここいらでベホイミを唱えますか。もう2回くらい攻撃してベホイミを唱えつつ、そろそろ回復しようか。で攻撃をしてもう1回か。どうしようかな。1回ベホイミを唱えよう。そろそろ倒せると思うんだよね。ゲッ、ベホイミ唱えてきた。最悪だ。会心の刺激、よーし。ベホイミなんぞ高速な手を使うからだ。って言ってもこっちもねめちゃベホイミ唱えてんだけどね。まあどっちかって言ったらちょっとこの竜王第二形態で会心の刺激が出てもらいたかったけど、もうねルカナンとかスクルトとかねそういう補助魔法が全くないからね、このゲームは。とにかくひたすら、うおー51か。激しい炎を食らったらちょっとベホイミを唱えよう。で後手になる可能性があるんだね。火の息は超弱い。激しい炎だな。激しい炎を食らっても大丈夫なようにヒットポイントはちょっと少し高めに保つか。やばい、これやっぱり自利品だな。
よし、一回攻撃しよう。会心の刺激きたー燃え盛る火炎はそんなに強くないんだ。激しい炎だね、やっぱり。これだ、これで、ベホイミ唱えておかないと。マジックパワー70か。これはもうマジックパワーとの戦いだからね、どっちかっていうとどうしよう、もう一回攻撃いける。いや、食らって後手になると死ぬから危なかったな。やはり余裕を持って体力は回復させとこう。でこいつ自体はベホイミとかそういうのは唱えてこないんで、あとはひたすらマジックパワーが尽きるまでこれを繰り返して倒すと。よしよし、オッケー。ミックスは光の玉を竜王の手から取り戻した。光の玉をかざすとまばゆいばかりの光が辺りにあふれ出す。ここでさ、一人で悲しくかざしてたんだ。誰も見てないよね。世界に平和が戻ったのだ。これだけ見ると戻ったかどうか分かんないけど、とりあえず毒の沼地が、お花畑になってますね。で、モンスターもね、出なくなってるんですよ。まあ歩いて帰ってもいいんだけど、ちょっとめんどくせえからルーラで帰ろう。目と鼻の先だけどね、ラタトームは。おお、みんな整列している。あなた様のおかげで平和が戻りました。どうもありがとうございました。まさかあの竜王を倒してしまうお方がいたとは。めちゃくちゃさかしこまってんね、こいつら。さあ早く王様のもとへ。勇者ロート万歳、勇者ミックス万歳。この辺は一緒セリフの使い回しだな。見てください、竜王の島の上の空があんなに澄み渡って。本当にどうもありがとうございました。これそのままさ、こっち行こうとするとこれミックスどこへ行こうというのだ。上に行きたいんだよ俺は。これこれ、そなたは世界を救った英雄じゃぞ。もっと堂々として皆の前でまっすぐにその顔を見せてくれんか。え、ここで話せってこと細かいな芸が。おお、ミックス、すべては古い言い伝えのままであった。すなわち、そなたこそは勇者ロトの血を引く者。そなたこそこの世界を治めるにふさわしいお方なのじゃ。どうじゃ、このわしに代わってこの国を治めてくれるかな。しかし、あなたは言いました。おお、セリフがある。いいえ、もし私の治める国があるなら、それは私自身で探したいのです。まあそうだね。国は自分から作りたいよね。もうさ、こんな腐敗した国をさ、こう押し付けられるのはね、まっぴらごめんだよ。こんな王様がさ、勇者に120円しか渡さないさ、完全に腐敗しきってるよね。みんなさ、勇者頼みだからね。そんな国はごめんだ。そうか、そういうことならもう止めまい。ミックスよ、気をつけて旅立つのじゃぞ。じゃあな。待ってくださいませ。そのあなたの旅にローラもお供しとございます。マジ足手まといだなこいつは。連れてってくれますね。いや、そんなひどいこれはもう永遠のループなんで。そんなひどいってさそこまで言われてさ、ついてきたいのローラは本当にまあね、ドラクエ1はそんなに時間かからずに終わりましたね。まあ裏方でね、レベル上げはしていたんですけれども、まあ、レベル上げの時間を合わせてもそうですね、多分5時間くらいとかじゃないですかね、クリアまで。まあね、ファミコン版のねドラゴンクエストは本当にねレベル上げの時間が長いんで、あの物語を進めている時間よりもレベル上げをしている時間の方が長いんですよねいかんせん経験値とね金が全然手に入んないっていう。まあ昔はそういうのをねよくやったよな。でゲームバランスもねやっぱり悪かったからね。まあそういうのがねリメイクされてこうやって手軽に楽しめるっていうのもまあかなり嬉しいですよね。じゃあまあエンディングのところはとりあえずこのまま流しておきますか。
じゃあこれで終わりですかね。というわけで、ドラゴンクエスト1はじゃあ終了して、まあね、このまま次はドラゴンクエスト2へ、進んでいきたいと思いますので、今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。